幸せの宮は、三重県滝郡滝町にある神社。西山道脇に立つ、幸せ大宮玉像。群馬県安ず郡東あがつ城郷原出土の、ハート型土偶に類似。主催神は、千母神。境内の案内板には、第一母神幸せ大臣とある。神体は、付近の埋雷石で出土した、縄文時代中期の石棒。長さ29センチメートル。 幅14センチメートルという大きくずんぐりとした格好の言うかしら石棒である。軟質の石を素材とし、頭部、基部それぞれに2箇所の小さな穴を設け、表面は研磨されている。石棒は弾根をかたどったものとされ、マイラという遺跡名も弾根を意味する、マラに由来するという。このほか武陽殿前に、天の渦女命、猿田彦命、 天のたじからおの命、西に、天照大臣、大名討ちの命、照明彦行命、大和姫命などを祀る。長寿、金運、出世、縁結びという四つ合わせの霊言ありと歌う。1962年12月1日、地元の農家が異物を発見。これを身体として、翌1963年4月1日に創始した。社名は、王子の流 幸せの歌から、そうの小林次会が命名した。たとえ無神論者であっても、広く人々をお守りするようにとの願いが込められている。当社が鎮座する滝町外城電地区では、昭和10年代から外城電郷土会によって、幅広く考古学調査が行われている。身体とする石棒が出土した、毎来石は JR 三宮線。 海上電駅から北西に400メートルほど離れた丘の西側斜面にあり、この石棒の他に遺物が発見されなかったことから、かつての石棒祭祀場であったと推定されている。石棒の噂が広まると参拝客が多く訪れるようになり、祈願していた海上電駅設置が決定すると、地元では大岸成就を記念して新しい神社を建立する機運が高まった。 石防出土地のラ来石は、急な地形で、高齢者には参拝が困難であったことから、少し離れた現在の場所を、鎮座地とした。半球場で、渋沢山と呼ばれていた場所である。1963年4月1日、外上電液会駅宿賀会の後に続いて、幸せの宮鎮座祭が開催された。宮樹による、乗りとの後、紙吹雪が舞う中、餅巻きをして、 盛大に祝った。ちなみに、この鎮座祭を開催する旨を事前に届け出て、いなかったこと、チラシをヘリコプターで上空からばらまいたことを警察が問題視し、偶時に対し厳重注意をした。車窓は JR 三宮線沿いにあり、東西に賛道が設けられている。奥に本殿が鎮座し、手前に武用殿、隣に社務所が立つ。 多数の石部屋像が混流されているほか、ミニ図書館、幸せの塔、ハッピーランド子供遊園地といった施設がある。4月第1日曜日が春の大祭、11月3日が秋の大祭である。車窓。手前は JR 三宮線。辻原幸彦本名、彦嶺。社名から、こ本名から、彦の字を取って解明。辻原美玲幸彦の子。本名。 三、軍化、戦友の遺骨を抱いての作詞者でもある。芸能神社として、神徳を高めるため、芸能人への勧誘を行った。芸能神、戦友の遺骨を抱いて、歌詞ちなみに、歌手、三沢明美のように勧誘に失敗した例もある。ありがとうございます。